ホセ・ビクトリアーノ・ウエルタ・マルケスは、メキシコの軍人及び大統領を。同じく元メキシコ大統領のアドルフォ・デラ・ウエルタと、血縁関係はない。ウエルタは、ハリスコ州コロトランの町で白人と、アメリカ・インディアンの根血として生まれた。彼は17歳の時に、メキシコ陸軍に入隊しをあげ、チャプルテペクの陸軍士官学校への入学許可を獲得した。 1894年に彼は大佐に承認、ポルフィリオ・ディアス政権中に彼は将軍として、1903年に、ユカタン州チャン・サンタクルーズのマヤ人を、新圧、1910年に反逆者、エミリアーノ・サパタと戦った。ディアスが1911年に追放された後、ウェルタは、フランシスコ・マデロの新政権に対する忠誠を、制約し、マデロ政権によって、 軍の最高司令官に指名された。1912年3月パスクワリオロスコがチワワ州で反乱。マデロは反乱軍の総統をウエルタに命じ、ウエルタは9月に反乱を鎮圧、オロスコはアメリカ合衆国に亡命した。1913年1月、100万ペソの使い込みでウエルタは軍司令官を解任される。2月9日に、 ディアス前大統領の老いのフェリックス・ディアスらによる反乱が発生し、マデロはウェルタを首都警備隊司令官に任命した。反乱軍は劣勢に追い込まれるが、中隅アメリカ大使のヘンリー・レイン・ウィルソンとディアスは、ウェルタと密会、指導者のポストを約束されたウェルタは、反乱軍に寝返り2月18日にマデロと、副大統領ホセ・マリアピのスワレスを逮捕。 外務大臣から大統領に任命させた、ペドロラスクラインに自らを内務長官に任命させ、わずか1時間後の彼の辞任を受けて、暫定大統領に就任。マデロとピノは2月22日にメキシコシティの刑務所へ、移送中に殺害された。これらの事件はメキシコでは、悲劇の10日間と呼ばれる。大統領となったウエルタは、数人の議員を含む100人近くを処刑し、 議会と裁判所を閉鎖、軍事独裁政権を確立した。ウッドロー・ウィルソンアメリカ大統領は、ウエルタ政権を承認せず、ヘンリー・レイン・ウィルソン大使を更迭、ウエルタに辞任と再選挙を行うよう要求した。ウエルタは、要求を拒絶し、ウィルソン大統領は、メキシコの最も重要な港である、ベラクルス港に、アメリカ軍を上陸させた。アメリカの支持を得られなかったウエルタは、 ヨーロッパ諸国に支持を求める。メキシコ国内の石油権益も絡み、イギリスとドイツがウエルタに支持を表明した。亡命から帰国したオロスコは、ウエルタを支持し、反体制派を弾圧した。一方、反、ウエルタ派は、コアビラ州知事であり、全国防省のベヌスティアーノ・カランサを指導者として、集結、カランサを第一統領とする、ご県軍が結成された。8月に、 ウィルソン大統領がウェルタの元に死者を派遣、彼の不出馬を条件とする大統領選挙を行うならば、カランサとの間を取り持つとの提案がなされたが、ウェルタはこれを拒否した。10月にカランサは、そのラ州で臨時政府の樹立を宣言、ウェルタはアメリカの内政干渉を拒否する声明を発表した。11月7日に、ウィルソン大統領は、ウェルタの退陣を求める声明を、 発表、1914年に入るとアメリカはメキシコへの武器輸出を禁止、外国からのメキシコへの武器を押収するなどした。ウエルタの政府軍は次第に劣勢となり、1914年7月5日に議会はウエルタを大統領に再選するが、アルバロ・オブレゴンの率いるソノラ州軍が首都に迫り、ウエルタは7月14日に大統領職を辞職した。 辞職後彼はイギリスに亡命、その後スペインに移動し、国内政権への復帰を目論みドイツのカイザービルヘルム2世の支援を受けた工作員と接触し、アメリカに入国したが、計画はスペイン、アメリカ両国で露見し、ニューメキシコ州、ニューマンで1915年6月27日にアメリカ中立法違反の共謀容疑で、オロスコと共に逮捕された。 陸軍刑務所に収監された後保釈されたが、メキシコへの逃亡の恐れから、テキサス州エルパソで自宅軟禁された後、再び収監される。その間の角の飲酒がたたり、ウエルタは翌1916年に観光編で死去した。エルパソのエバーグリーンアラメーダセメタリーに埋葬されている。ウエルタの配信行為から、現在でもメキシコ国民は彼を、 ジャッカルエルチャカルとして非難している。ありがとうございます。